あれ、ムールじゃないか。なんでキャッツテールに来てるんだ。マル、お二人でしたか。マル、どうしてここに来たんだ。っていうか、お前って人活坊から出てもよかったのかよ。もちろんです。おっと、そういえば壺の外でお二人にお会いするのは初めてでしたね。仙人が壺の精霊を作ったのは同点の雑務処理をさせるためですが、活動範囲が同点の中のみという制限はありません。ウルだって、いえ、人海のオキシン君だって、あちこち周遊して埃まみれの珍しいお宝を収集していますし、まあ彼と比べたら確かに壺から出てくる回数は少ないですが。なるほどな。で、今回はなんで壺から出てきたんだ。確かにビーユエとここの飲み物にどんな違いがあるか味わってみたい気持ちはありますが、今日やってきたのは依頼のためなんです。依頼。ふむ、そう言われると今回の件は旅人さんとも少し関係していますね。はい、すでにお気づきかと思いますが、七星召喚が流行りだしてからご友人を招待して酒場で対戦するのが一つの楽しみとなりました。ですが招待を受けた場合、わざわざ遠くから酒場に来なければなりません。それを大変だと感じた依頼人から戦術を使って壺の中のような小さな部屋を作ってほしいと頼まれたのです。招待を受けてここに来ようとする人は瞬きもしないうちに部屋の中に現れることができます。それによりその部屋を使って自由にご友人を招待して対戦できますし、招待された人の手間も省けます。おお、めちゃくちゃ便利だな。でもここってマーガレットの酒場だし、戦術を使って改造したなんて知られたら怒られるんじゃないか。いえ、その点については大丈夫です。そもそも部屋自体はキャッツテールにあるわけではありません。それに当然ながら酒場のオーナーの許可もいただいています。あら、リーウェの戦術って便利ね。酒場の面積を2倍にしてもらってもいいかしら。と言われましたが、残念ながら私の戦術では無理でした。マーガレットが言いそうなことだな。あなたたちが同点に戻ってきた際、この件について説明しようと思っていたのですが、ちょうどここでお会いできてよかったです。では始めさせていただきます。はい、これでいいでしょう。ではこの部屋を思う存分使って各地のご友人を招待して対戦してみてください。あ、言いそびれるところでした。酒場のおちびちゃんからの伝言です。七星召喚を楽しんでくれとのことでした。